はい、学生時代にやっぱりいろんなところに旅行を行ってたんですよ。やっぱり旅行行くと写真撮るじゃないですか。それがきっかけだったんですね。あとは高校時代に写真部に入っていて、その時に写真甲子園っていう大会に出たことがすごいきっかけで、そこから写真の世界に夢中になって今に至ります。はい、もちろん鉄道なんですけども、鉄道写真の中でもいわゆる電車をドアップにしたりとかっていうよりは、街と鉄道とか人と鉄道とか結構スナップ的な写真をよく撮ることが多いですね。僕から一方的に教えるだけじゃなくて、生徒さんがどういう狙いなのかとか、どういうものを撮りたいのかっていうのを聞きながら、お互いにこう交流しながら授業をですね、進めていくことが多いです。はい、鉄道写真を今まで撮ったことないけどもちょっと興味があるなって方や、カメラの使い方がわからない方、もう基本的な操作がわからない方でも大歓迎です。ぜひですね、鉄道写真の世界に入ってみてください。僕にとって写真とは交流の甲の字です。撮り手と被写体と交わっていくっていうのが僕の写真感です。